皆さんこんにちは、ダイレクトカーズの湯川です。今回はハイエースの人気オプション5選、内装編ということで、お客様がよく選ぶオプションや営業マンおすすめの内装オプションを合わせて5個ご紹介したいと思います。それでは早速1つずつ見ていきましょう。1つ目はこちら、 LED スポットライトです。3段階調光式のスポットライトで室内を明るく照らしてくれます。白と黄色の2色のライトがあり、白は落ち着いていて清潔感を感じることができ、黄色は温かみがありゆったりと過ごすことができます。さらにライトを消した際にも消す前の状態を記憶していてくれるので、例えば後ろだけ消しておくや少し暗くしておくなどのよく使うライトの仕様にしておいて、その状態を手間なく維持することも可能です。使い勝手のいいライトとなっております。2つ目は遮光セットです。カーテンや遮光パッド、フィルムなどお客様によってどれを選ぶかは様々ですが、いずれかを装備するお客様は多いです。暑い日差しから守ってくれるだけでなく、外から見られる心配もなくなるので、プライベート空間を確保できます。ストレスなく車中泊をしたい方におすすめの装備です。3つ目はフロアマットです。会社の床を傷や汚れから守ってくれる優れものです。物にもよりますが、基本取り外しが簡単なので洗いやすい点も魅力的です。他にも車の振動から来る足への負担を少し軽減してくれる効果などもあります。絨毯タイプのフロアマットは特にその効果が高いです。他にも手入れが簡単なラバータイプなど様々な種類がありますので、お客様の好みと用途に合わせてお選びください。4つ目はウッドパネルです。こちらは内装のおしゃれ装備になります。パネルやステアリング、ウッドノブなどをウッド調にできるので、木が特徴的なダイレクトカーズの車両では大変人気の装備です。もちろん普通の内装のお車でも入ること間違いなしで、運転中も気分を上げることができます。5つ目は防音断熱加工です。ハイエース自体の性質としてエンジンルーム上に運転席があるので、運転をしていると暖かくなったりエンジン音が聞こえてきたりします。なのでエンジンルームだけに入れる方もいらっしゃいます。他にも車中泊の面で気になる暑さや寒さなどを軽減してくれるので、車中泊を良くする方におすすめの装備です。以上5つのオプションをご紹介させていただきましたが、他にも様々な人気オプションがあります。ご紹介したパーツの中には自社オリジナルブランドブルームで取り扱っている商品もございますので、ぜひこちらにも一度お問い合わせくださいませ。それではここまでご視聴ありがとうございました。ハイエース人気オプション外装編もお楽しみに。また次回の動画でお会いしましょう。